はどんどん進んでいきます。一度で勝てなくなってきてるけどな。倍速します。簡単に言ってしまえば数に対して押されてしまいます。今回の問題児はカルピンチョでもなければコブ兵でもありません。強さ倍率400のガブリエルの大軍が鬼門になります。それでも資金を準備できるだけの余裕はあるみたいだが、必要経費に対して支出がとんでもなく高くなります。ギリギリまで足止めして準備していますが、始まると壁4枠でもギリギリの状況になります。おい、ちょっと待て。なんだよこの数の多さは。黒キャスの攻撃当たってるのに倒せないくらい強いのか？お嬢の攻撃力劣化込み込みで48000。ガブリエルの体力52000。足りない分は自動でカバーしてるんだけど、当然敵はガブリエルだけじゃないから壁が追いつかないの。とうとう取り巻きの対処にまで苦戦するようになったか。ガブリエルを倒せば一定の金額は入るが、黒キャスの攻撃が当たらないところにいるやつからは入金できないぜ。カルピンチョとコブ兵が壁を破壊して、その間に天使ワンコが突撃してくるから、監視射程になるカルピンチョを残して、コブ兵から対処しましょう。後方から攻撃されると結構面倒だから、遠方範囲攻撃で叩いておきましょうか。でもそれって先にカルピンチョ倒したりしないか？コブ兵の倍近いダメージを受けてるんだぜ。で最初のカルピンチョ倒すと同時にコブ兵も倒せたな。僅差だけどずれて到着してくれたおかげで対処はできたわね。それにカルピンチョの体力はコブ兵の2倍近く高かったから、攻撃で対処できたわけね。すでにコブ兵の体力が40万いってる時点でピンチなんだが、そうなるとカルピンチョの体力80万近かったわけだな。本当に敵の強さ倍率が高くなってきていて進めるのか怪しくなってきたぜ。カンストになったけど仕上げよ。火力は期待できないから時間はかかるけど、レベル20じゃ覚醒ムート以外大した差は出ないわ。今回は入れる余地はなかったもんな。編成を見ていきましょうか。今回もレベル20制限を守って編成を組んでます。無理な場合はレベル22くらいまで許容になってるぜ。大体が間違えてレベルを上げたんだけどな。その分は使わないから問題ないでしょ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次はもっと難しくなります。勘弁してくれよ。